こんにちは、さちです。今日はですね、恋愛経験の少ない人は婚活に不利なのかということについてお話をしていこうと思います。私のところにご相談に来てくださる方で、大体ね、半分以上ぐらいの方がですね、自分は恋愛経験が今までにすごく少ないんですけれども、婚活がうまくいきますかということを、すごく気にされている方が多いんですけれども、実際ですね、婚活がうまくいくうまくいかないに恋愛経験の、多い少ないっていうのは全く関係ありません。で、どうしてかっていうと、恋愛経験が多い人っていうのはどうしてもですね、過去のこう恋愛から、自分の中でのこうなんか恋愛マニュアルみたいなのができてしまうんですよね。で、実際やっぱり出会う男性女性がこう変わっていくじゃないですか。お別れしてまた新しい人と出会って、その方ともお別れしてしまってまた新しい人と出会ってっていう風に関係が続いていくと思うんですけれども、そうなった時に一つの恋愛が終わって新しい人と出会ったら、もうその男性とか女性に対するデータっていうのはもうリセットになるんですよね。新しい人と出会った時点で全く過去の経験って役に立たないんですよね。で、人はやっぱり人それぞれ考え方も違うし行動も変わってくるので、前の人がこうだったからこれはこういうことなんだとか、前の人がこう言ってたからあれはこういう意味だったんだとか、そういうことって全く関係なくなってくるんですよね。でもどうしても恋愛経験が多い人っていうのはその過去の記憶からデータをこう引っ張り出してきて、あ、これはこういうことだからこうなんだとか、勝手にこう自分の中で考えて行動していってしまうんですよね。なのでそういうことってやっぱりちゃんと相手がいるのにそういう考え方をしてしまうと、結局はもう一人で恋愛してることになってしまう。相手が全然登場してきてないんですよね。で、一人で恋愛をしている人っていうのはなかなか恋愛がうまくいきません。で、どうしてかっていうと、ちゃんと相手がいるのに自分の中で勝手に相手の行動とか発言を、あ、これはこういう意味なんだっていうふうに解決させてしまうっていうのは、相手の方とのコミュニケーションが全く取れていない状態なんですよね。で、結局やっぱ恋愛で一番大切なことってコミュニケーションなんですよね。で、分からないことは相手に聞く、気になることも相手に聞くっていうのがもう基本的なことなので、それができない、それをする必要がないというふうに思ってしまうんですよね。ただ逆に恋愛経験が少ない方っていうのは過去のデータが全くない状態なので、分からないことだらけなんですよね。だから分からないことは聞くっていうことがスッと入ってきやすいというね、メリットがあるんですよね。なのでぜひ、自分は恋愛経験が少ないからきっとダメなんだろうなとか、恋愛経験が少ないことをネガティブに捉えずに、恋愛経験が少ないっていうことはうまくいく可能性があるんだっていうふうに思っていただいて、前向きな気持ちでぜひ婚活をしていただきたいなというふうに思います。で、私の LINE アットにお友達追加をしていただくとですね、個別にメッセージなどいただいて相談なども受け付けておりますので、ぜひコメント欄の方から、LINE アットにお友達追加をしていただければと思います。ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。